商売の証拠じゃなくて。おい。まあいいや、とりあえず愛媛、はい、愛媛って書けばいいんだよね。テストの点数が悪かったので、ハピバニチャンネルのさゆちゃんと一緒に勉強をしています。しのちゃんとりみの妹コンビは、仲良くお絵かきして遊んでいます。こんにちは。すっごいイケメンですね。ありがとうございます。かっこいい。今日はね、僕はママとパパに呼んでもらって家庭教師をすることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕の名前知ってる人あれ知らない？聞いてない？ママとパパから。僕の名前はね、踊りたすぎる先生って言うんだ。踊りたすぎる先生。僕のね、パパとママがダンスが大好きで、僕の自分のね、息子にも踊ってほしいっていう名前から、踊りたすぎるって名前になったんだ。どう？いいと思う。かっこいいでしょ。で、今日はね、君たちに宿題を教えておこうと思うんで、よろしくね。よろしくお願いします。どこわかんないの？ここのなんだっけ、そう、あげるのこの熟語がわからない。あげる、これ、はい、これは先生もわかんないな。これは、いやそんなわけないじゃん。これ、ちょっと見せてもらっていいかな。あげるでしょ、どこにあるの。あ、この字ね、これはほら、キョって書いてる。キョ。キョ、あげるとキョでしょ、はい、お読みが。だから、これはね、これはね、だからこれキョっていう字だから、選挙のキョなんだよ。あー、選挙だ。そう。思い出した。選挙かける、選挙。かける。選挙書いてる、選挙。私の宿題やります。あれちょっと待って、君たちの名前は何て言うんだ。しほです。しほちゃん、さゆちゃん、分かった。しほちゃんとさゆちゃんね。はい。なんか、僕いない方がいいかな。あれ大丈夫、なんか、あんまりいない方がいいような雰囲気を。いや、大丈夫です。いた方がいい。はい。ちょっと大丈夫です。選挙と、あと他になんかいくる。選挙と上がるって字難しいよね。言ってちゃった。やめてよ。だからね、挙動、わかる？これ挙っていう字難しいな。あれ、どっちがしほちゃん？はい、しほちゃん。しほちゃんね。しほちゃん、挙っていう字わかる？わかりません。あれ、習ってない。3年生です。これ4年生習う字なの？知ってたけどさ、そうなんだ。へぇ、わからないんです。いや、わかるよ。ちょっと待って、ちょっと見せて。消しゴムです。投げたゴム。返してしまう。今日わかんないんですか、先生。いや、わかるに決まってるじゃないか。本当にちょっと考えて。家庭教師じゃないんです。いや、そんなことないよ。君たちのママとパパにちゃんと選んでもらったんだから、できるに決まってるじゃん。でも家庭教師って全部できるって。そんなわけないんだよ。いや、待って。はい、はい、なんで先生は手を挙げるんですか？先生だって苦手なものあるんです。でもそれを踏まえて家庭教師だと思います。そうです。確かに正しいよ。正しいんだ。ちょっと、はい、はい、先生、はい、先生だ。先生、教えて。え？先生、ちょっと教えてみなさい、僕に。これを、踊り先生はダンスなの？ダンスしかやってないの？踊り田先生は本当はダンスが専門ですが、小学校の勉強なら教えられるということだったので、家庭教師をお願いしました。社会は、道徳は、道徳は人生で学んできた。人生で学んできた。
先生も図工は、はい、図工図工得意で、あ、得意、そうだから僕ね図工好きじゃない、その図工計算とか、実験とか、苦手なの、え、でもそれを自分で練習した上が家庭教師だよね、やってて、はい、はい、10時間で10時間やったー、休憩、いやでも休憩しちゃダメだよ、はい、僕後ろで応援出すから、あ、ぶね、応援出すからさ、ちゃんとサボっちゃダメだからね、はい、また、はい、はい、頑張れ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 、どうだ？あれ見てなかった今。集中してって言われたので集中して書いて、集中して書いて、今後ろでね、先生ちょっと二人が頑張れるように踊ってたんだけどさ、まあ、チラッと見たよね、見た、チラッと見た、あ、チラッと見たよね、見てない、え、こう、すぐ瞑想したよね、あれ、あ、見てないです、残念なら、じゃあ後でちょっともう一回踊るから、後でちゃんと見ててね、はい、まあ、これね、聞いて、曲がないとね、辛いね、ね、無音なのよ、ここ。先生、終わりました、はい、じゃあ見てくから、はい、見して、これでいいのね、OK です、うぅ、完璧、完璧、偉いよ、偉いよ、次3ページあります、3ページもあるの？そう、なんか石垣が、うん、オッケー、オッケー、オッケー、ありがとう、最高だった、最後も完璧だったね、はい、よし、じゃあ明日からも頑張ってね、学校、はい、頑張ります、でもおじさん帰るから、もうでもまだ計算あります、計算、算数、え、嘘、先生、これ7で合ってる、3.74×2、 はい、芯が8、間違ってたらちょっと先生やばい、あった答え 7.48、 よし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 、先生できるから、ここは違うの、先生ね、これ以外のとこやりたい、え、何？解分？あ、ちょっと教えて、え、ドリルに書いて、うん、え、ここに書いていいです、ヒント2分の5イコール、ちょっと先生、解説をお願いします、はい、これの過分数ってわかりますか、多分、多分説明してみてください、いや、やめてください、先生、説明お願いします、配分数わかりますか、配分数ですか、わかります、じゃあ何でしょうか、1です、1と何となくで、あー、合ってます、じゃあ今言ったその配分数が、あ、これが過分数なんですよ、分母よりも大きい数が、あ、過分数って言って、対分数が今言ったやつなので、今の対分数か整数に直してください、これを、言ってることが分かりません、2の中に5は何個入ってるかで、2つです、3個だとすると約半分で、4分の2もここ2個塗ると半分になる、イコールだ、イコールです、これでテストで間違いでしたわけです、わかりました、じゃあこれを生かして次のお家に僕また行くから教えてくるね、はい、ありがとう、はい、代表先生ありがとう、助かったよ、はい、じゃあ僕帰るから、はい、質問いいですか、はい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 、今までいくつ見に来ましたか、ここね、初めて来た、え、
だから算数ダメダメだったんですか？そんなこと言うなよそんなこと言うなよ。え、でもさ、先生だって学んで初めてだからといってさ、算数なんでできるんだよ。すっげー受かりました。よく受かりましたねそんな辛いこと言わないで。はい、今日の動画どうでしたか？どうだった？楽しかった。楽しかった？出た？出てない？出てないでしょ宿題が終わってよかったです。宿題終わってよかった。なんか丸付けとかもすごい面白かったです。今日コラボしてくださった方、はい、どうも、リュウシアターのリュウです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、楽しかったね。ごめんね、変なおじさんで本当になんか可愛い子たちと一緒にダンスの、ダンスじゃないや、可愛い子たちと一緒に、なんだろうあれ、コントなんて言うんですかね、勉強コント、勉強コントが取れて楽しかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、これ超滑ってるなぁ。いや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 めっちゃ編集しますよ。いや、お願いします、本当に編集の力で面白くしてください。